青木かのお母さんにルイ・ヴィトンの財布をプレゼントする。喧嘩しちゃってごめんねっていう気持ちが一つ目、ごめんねって言いたいんだみたいな、一緒にご飯行こうっていうことだけしか伝えてないんで、勝っちゃいました。皮むけたね。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。私は今いわゆる親子喧嘩をしてしまったんですね。なので12月からもう1月のこの中旬まで連絡もほとんど取ってないっていう、まあ、感じでここまで来ちゃったんですけども、あの仲直りをするためにこの個室居酒屋に来てます。私はこの後お母さんにサプライズで財布のプレゼントをします。でお母さんは私が動画撮ることは全く知らないんで、ヴィトンの財布をお母さんに渡して、果たしてお母さんがどんな反応するか見ていきたいと思います。喜んでくれればいいかなと思ってます。最初はまたお母さんと仲直りしたいんだみたいな話をして、ちゃんと落ち着いてからこれ渡そうと思うんですけども、ルイ・ヴィトンってすごい主張が激しい袋なんで隠します。紙袋を買ってきました。何これ何これみたいな多分なると思うんで、どうですかこれ。スコッティみたいな、この柄なんかティッシュの箱みたいな、絶対これがルイ・ヴィトンとは思わないですからね。これお母さんの反応が面白く撮れそうです。まあ、LINE である程度ちょっと本当ごめんねって改めてちゃんと謝りたいから一緒にご飯食べようみたいなこと言ってるんで、お母さんも仲直りの食事っての知ってるんであれなんですけども、これどうしよう、この主張激しい、これなんて言うんだっけこういうのって、このマウンティング袋、ビトンを持ってますよみたいな、この街中でマウンティングする用の紙袋でしょこれ、ヨドバシの袋でいいか、準バッチリこれ絶対バレないだろう。私がこの隠しカメラを設置してる場所をちょっとお見せしますよ。こちらです、ルームツアー。どこにあるでしょうか。わかる。お母さんこっち座るんですよ。ここ座るからこう私のこと 見つめるんですよ。はい、どこにありますでしょうか。正解、うちも正解。ここ見えますか。今はですね、小型カメラっていうのがありまして、この黒に同化させるんですよ、背景。この DJI オズモポケットっていう、わかりますか。ほら、わかるわかる、私の影だ。これ動かしたら本当にアングル変わっちゃうんだよ。お母さんから LINE が来た。今から着替えていくね、だって。下からブスすぎんだろ、緊張する。キリが成功してほしいプラス1ヶ月ぶりに会うっていうのでダブル緊張です。もう注文してるような何個か。あ、てかまずごめんね、なんかからさ話聞いたからさ、なんか話聞いた時にさ、なんだろう、結構
何を聞いてる？なんか無理してる。聞いたから、あんなに強く言っちゃったのがすごい後悔してて。たまにしかさ実家帰んないじゃん。だからあのいつもいろんなものがある家が別に今苦しい状況じゃないっていう少しでもこうやって見せてるんだなっていうことを知って、たまに帰ってきたああいう1日2日が今の家の状況の方に見えてたから、全然大変じゃないじゃんみたいないう風に見えちゃって、それでなんか全然大変じゃないのになんでいつも大変だみたいないうなんか感じに雰囲気出すのみたいな言ったから、すごい申し訳なくなっちゃって、それが謝りたくて。で、知ってもらえるんだったらすごいありがたいんだけど、思われてもしょうがない。いや、2回もそんなふうにされてたかな。しかも、あのお店の色とか言ってないで、だって、いつもそんなに喋る。実家うちは帰るとさ、家にさ、おいしい食べ物とか用意してくれるじゃん。だからあ、ママがあのうちに心配させないように苦しくないっていう風に、なんだろう、見えるようにしてくれてたんだなって思った。もらってるでしょ、それなりにね、もらってて何も出さないじゃん、なんか言ってるでしょ。だからすごいママには感謝してる、感謝してるし、ごめんなさい、許してもらえるのであればまた一緒になんか前みたいにしてほしいなっていう。いや、だからそれは違う、でも本当はっきり言って、でもありがとう、なんかママなりのうちに対しての安心させてくれるように、家帰ったら買い物とかこう用意してくれたのがすごいありがたいなって思った。ママをしてくれてるんだなみたいな。これからも支え合っていきましょう。ママアヒージョ好き。なんか牛タンは？ちょっと厚めの牛タン頼んだんだけど、それは苦手なんだっけ？あとあれはなんだっけ？卵焼き。ここ美味しいからさ。本当？これなんだっけ、あのなんか梅のしそパスタみたいな、梅のしそで。
たまもさ、腰とか大丈夫なの？あと、肺炎。肺炎はね、まだ抗生物質もなかった。39度って言ったの？うん、39.2 だったの。まあ、でも、思ったより、血液検査の数値が、こっちさらもらっていい？うん、そんなに上げてないから、入院しなくてもいいって言われた。あ、入院はしてないんだ。あ、じゃあとりあえず乾杯。じゃあ明けましておめでとう。明けましておめでとうだった。そうだね。はい。今年もよろしくお願いします。ちゃんと混ぜないと。そうだね。あ、これママに渡すものあったんだ。ママに。ダブル。ちょっと壊れないようにすんだ。あ、いいね。あ、いいね。あ、いけちゃうよ。うん。なんか立ってるのがちょっとしてないんですか？ありますね。何これ？ほんとこれ？ほら。気をつけて。すごいこれ。いくよ。開けるよ。はい。まだワンプスやります。なんか久しぶりにこういうのもらったような気がする。今回ママに喧嘩し、まあいろいろあって申し訳ないって気持ちと、あとはさ、ママ2019年すごい頑張ってたし、すごい大変な中だからお疲れ様って気持ちと、あとはママが大切にしてくれてた財布さ、うちにくれたじゃん、パパからもらってた大事にしてたやつ、それの俺、その3つでママに今回これをプレゼントです。お疲れ様でした、2019年。ありがとうございます。じゃあ、はい、大事に使わせていただきます、はい、開けないと。いきますよ、どんな感じ。あ、もしかして私がこれがいいって言ったやつだよね。絶対そうだよね。だってほら、すごいじゃんこれ。奮発しました。これすごいよ、これ欲しかった。すごい、ほらすごい、ほらママの、教えをちゃんとね、引き継いでますよ。1000円入れとくと、そう、ね、お金が貯まるっていう。あ、すごい。へー、これ初めて持つのね。これこれ、このモノグラム、しかも赤。赤、なんかもったいない。ダメだわ、ちゃんと使わなきゃ。すごい、ありがとうございます。はい、大事に。仲直り完了。似合ってますか？え、似合ってる、めっちゃ似合ってるよ、ママ。ほら見て、ほら自分で、ほら、あ、すごい、めっちゃ似合ってない？すごいいいじゃん、ママに似合ってるこれ。すごいすごいすごい、なんか落ち着いた感じの、うん、こういうの思ったことないもん。あ、本当？うん、この色も思ったことないし、よかった。しかも今年は赤があるじゃん、ラッキーカラー。赤がいいって言ったじゃない？えー、まさか買ってくれると思わなかったわ。奮発しましたよ。はい、なるほど、っていう感じで、はい、なんとか、めっちゃ顔が。はい、今回はお母さんにサプライズ、&仲直り無事大成功でした。この感じで今回は動画を終わります。今回の動画が少しでもいいって思った方はグッドボタン、あとチャンネル登録お願いします。お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもフォロー画面の下からお願いします。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また次の動画で。久しぶりに。いやいや、何言い残さないようにね。久しぶりにほら、動画で出たわけだから。喧嘩してたから出なかったんだもんね。本当、すいません。で、しばらくもう多分動画出たくないなっていう感じぐらいあれだったんですけど、今年もね、親子ともども、はい、
よろしくお願いします。お願いします。ってことでまた次の動画でお会いしましょう。よかった、嬉しい、こんなに喜んでもらえてよかった。初めてだよ、こんなまま喜んでんの。え、そうなんだよ。芋吉が生まれた瞬間と、うん、この今のほえーってほえーってなんか変な声出してたよかったです。すごいなので。あ、もうカメラ気づいてた。ここにカメラあったんですよ。え、そう、うん、まさか自分の子供にね、こんな高価なものを、いやいや、育ててもらってるっていう感謝の気持ちと、まあいろいろですよ。ママのもともと使ってたそれ使っていいの、うち。どうぞ。やった。だってもうあげたつもりじゃん。本当にいいの？こんなに、うん、ママ大切にしたじゃんこれ。うん。いいの？まあね。何回以下しか使ったことないけどね。じゃあこれで交換ですね。交換っていうか、もうそんなんじゃないじゃん。そんなあんまり価値ないじゃん。いや価値あるよ。